今季プロ初ヒットを初ホームランで記録した宮崎優希。一方で5月の1軍初昇格時にスコアボードに H のランプを灯すことなく降格。今シーズン彼には忘れることのできない2試合があった。初めて1軍に上がって、でその日で抹消になった試合なんですけど、その時にワンアウト満塁で、まあ、見逃し三振して結果ちょっとチームが負けちゃったんで、その時キャリア初の一軍出場もここまで7打数ノーヒット。そろそろヒットが欲しい。うわ、ここで打たなきゃなっていう、ずっと結果出てなかったんで、スタメンとかで使ってもらったの。満塁のチャンスで出した結果は、翌日ロッカーから宮崎の姿は消えた。打たなきゃなっていう気持ちは強かったんですけど、そう、最初結構緊張して、で出ていくうちにそうでもなくなったんですけど、まあ、でもみんなから言わせるとガチガチだったよという、はい、ふうに言えます。再び一軍に昇格したのは9月29日。順位も確定し、来季の準備に入り始めたチームは宮崎にもう一度チャンスを与えた。サイド上がらせてもらって、で、まあ、先頭打者でホームラン打てた試合です。もう思い切ってやろうっていう、しっかり自分のやってきたことをしっかり振ろうっていう気持ちで入りました。打てるんだなっていうか、そういうふうにちょっと打てたわっていう感じがあったんで。この一発で完全に緊張の呪縛が解けたようだ。あの試合3本打ちました、はい。まあ、やっぱり出してもらってる以上は結果しっかり出そうっていう、まあ、5月のその反省を生かしてやろうっていう意識でずっとやってたかなって自分で思います。やってきたことで結果がちょっと出たんで、それをやっていってこう結果につながるんだなっていうふうに思えてるんで、多分これやればいいじゃないですけど、これをやっていけばしっかり結果につながるんだなって思ってやってるんで、それが自信にもなってるのかなって思います。